行きますか。イエレンさん使っていこうか。ああ、早くなってる気がする。よし、行こう。ちょっとここら辺はちょっと切り抜けていこうかも。下を行こう。おお、当たった。え？あいつ水中も行けんのか。結構水中行ったら死んじゃうやつとかいるんだけど、敵で。あいつ大丈夫ねー。大丈夫なタイプなんだな。必殺技。買った。オッケーオッケーオッケー。レベルアップ。レベルアップ早いもんね。多分、敵の経験値がえぐいんだろうね。やばいやばい、囲まれてる。うわぁ。ヘニーレさん強いよね。ヘニーレさんも強い。必殺技。ユリュウさんもめっちゃ強いけど。うわぁ、またこいつだ。やばいこれ。いや、強っ、強っ。ちょっと待って、回復。いや、慣れねえ、これ。よしよし。うわ、吹き飛ばされるわ。よしよしよし。いけ！ナイス。落とさないしな、もう。あー、きつい。よし。わー、なんかヘニーレさんでいけるけど。ちょっとここ壊して。え、待って。まあ、下はいけるけど、ちょっと待って。行こう、これで行こうか、一回。ちょっと怖すぎるんだけど。何かあるかな。あ、来た。でかい、これ。やべ。ちょ、イエレンさんに。あ、イエレンさん、あれだわ。こうやった後、こうちょっと隙があって、すぐガードってあんまできなかった気がするけど。なんか隙少なくなってる気がする。超使いやすくなってる。うわ、なんかあった。ここにいてはいけない。いや、まあやばいもんね、明らかに。マスクあっても絶対獣になるもんね、これ。よしよしよし。これでとりあえずショートカット的な感じかな。じゃあ下行くか。怖え、マジで。怖すぎ。うおっと、いきなりかい。イエレンアタック。あ、強っ。え、こんな強かったっけ、イエレンさんって。ひたたた。じゃあ、商人さん出しとこう。いや、便利だわー、ちょっと。やっぱ遠距離攻撃、ちょっと正義だよ、今回。え、ちょっとどうしようかな、これ。うー、やばい。え、アグレッシブ。やばいやばい、ちょっとパニック、パニック。え、西野商人さん、なんかめっちゃ強くなったな。うわ、いるわー。うわ、危な。これちょっと、一回、落ち着こう。あ、やっべー、なんでやねー。うわ、めっちゃいるやんけー。うぅ。ちょっと一回、これ、左に、右に抜けて。やばい。おい、ガードし、成功してんだけど。ガードできてんの、ちょっとウケんだけど。結構成功してん。いって、やべ、軽く。よし、強いな、イエレンさん。あ、ギリギリ届かない。これ多分届くよね、あっちのね。やーばいな。オッケー、何も落とさないじゃん。普通に障害物的な。いや、イエレンさんめちゃくちゃいいな。これなんだ。ランタン、ただの。いやー、イエレンさんあげてよかった。めちゃくちゃいい、ここ。またいんの？よし、ひたたた。あー、いって。え、なに？実験はもう嫌だって。ちょっと待って。あ、いやー、いやー、負けわからん。ちょっと一回落ち着こう。あ、回復は、もう最後か、これ。やーべー。よし。ちょっとやばい。オッケー。オッケー。うわ、きつ。これなんかあるかな。いやー、きつ、マジで。ほい。ないね。いやー、だって。
マジでやばい。あいつちょっと言い過ぎじゃない？うわ、まだいんじゃん。ちょっと待って、行きたくねえ。じゃ、こっちから行くか。さすがにちょっと。お、いない。こっちなんだ。おるな。ちょっとここから行こう。お前か。やばい。ふっ。オッケー。よし。行こう。ひたたた、先制パンチ。いやー、結構届くね、やっぱね。なんかガードはしやすくさ、連続見えねえ。オッケー。なんもないね。いや、ちょっとね、どうしよっかな。まあ、ちょっとこっちから行くか、普通に。やばい。あ、でも敵倒した時の HP 回復めっちゃでかいね、これ。うわ、まだいる。ちょっと、近づいてイエレンさんアタック。あ、いいね、いいね、いいね。シングルさん届かないさすがに。ナイス。いや、商人さん良すぎる。やっぱ大正義だ、商人さん。これ繋がってる。で、こっちが道でしょ、多分。うわ、まだいんの。やば。これちょっと一方的にも、あ、ダメか、ちょっと待って。よしよし。あ、あ、いいね、これ。勝った。これは勝った。よしよしよし。オッケーオッケー、アンチアンチ。アンチ。オッケー。で、こっちが多分道でしょ？やばー、マジで。多すぎ。うわ、うわ、移動してくる！パワーアップしてるって。ちょっと待って。キモい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 。うわー。うわー、何？移動するだけか、こいつ。もしかして。移動するだけ？移動してくるマンだ。移動だけマンだ、移動だけマン。どこまで行くんだ、こいつ。うわー。ほら、やべえやべえ。ふん、オッケー。うわ、まだ動いてる音するもん。揺れてるもん。やば、なになになに。あれ多分あれでしょ、なんか実験の代償でしょ、多分。めっちゃ毒飛んでくんじゃん。やば。まあ、みんな実験の代償なのかな、これ。やべ。ひざささ。やばいね。もうやばいねしか言ってない、ほんとに。いつもだけど、いつも以上にもやばいねしか言ってない。オッケー。いや、強すぎる。ここなんもないよね。これなん、え？なんもないことある？いや、ないよね、なんもね。ないね、うん。こーわ。いや、まだいるんだよな。いるね。ここ当たんない？おお、怖っ。ヒットだぞ。ヒットストップ気持ちいいね。おわ、それはしてくるんだね。やべ。いや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 。ナイスイーグルスさん。下が、あ、ミノムシ、わかんなくなるな。よしよし。うわ、ちょっと待て。この距離はちょっと。待て待て。混乱してる混乱してる。待て待て。そう、HP がないんですよ、もう。え、これ、あいつの下のやつの攻撃、これ貫通すんじゃないの、ここ。ま、やめやめ、とりあえず開けとこう。賢者の指、指？与えるダメージが増加。え、絶対強いな、これ。さまざまな実験に使用された獣から抽出した汚れの一部。うわ、やばそう。異端の魔術師が特殊な魔術を施して作られた。汚れを取り込んだ人為的な魔道具。あー、なるほどね。魔道具にしてんのか。うん、もうやだわ。行きたくねえわー。行き止まりなんですけど。あー、ここまでは来てこない。あ、いて。優しい。わ、ひさたた。いいね。あ、イエレンさんひさた強いね。ショットガン的な感じで使うと。うわ、行きたくねー。うわ、やーばいって。
シールさん置いといて、で、ひさたた。オッケー、強っ。ショットガン的な感じで使うとほんと強いな。え、これ登る感じ？ここはアンチ。あ、これ何？壁に張り付いていく感じ？これテクニカルなやつ？来た、こうでしょう。あー、え、これいけるもん。いてててててて。くそ。毒見えなかった。これはいいんだ、いいのかい、これで。これいいの？これ。あ、いけない。あれ？これまずいって HP なくなる。あ、これ HP なくなる。まずいまずい、これまずい。これちょっと後回しにしようか。ちょっと今やったらちょっと終わる。なんかあるね、でもね。うわ、マジで終わる終わる終わる。ちょっと後回していこう。OK、よし、強いマジで言えるんですよね、そうそうそう。よしよしよし。あー、いってー。いや、これ本当にちょっと回復欲しい。あー、甘くないね。でも本当にこれないと、やばいよね。本当にやばいかしか言ってないね。きついよね、かなりね。OK。商人さんが終わった時が、もう終わりだわ。おお、出た、ウニ。商人さん一回外しとこう。もったいない玉。これなんかあるね、上玉アイテム。とりあえずちょっと下降りるのやばい。こ、いや。もうほんとやばいしか、なんかやばいって言っちゃう。やばいやばい。いやー、どうしましょう。いや、どうしましょうだよ、これは。やばいー。よし。くー。これちょっと、バイバイ。いや、ほんとにきつい。もうマジ、ほんと回復ないのがマジできつい。どうしよう、これ。なんか下ありそうだよね、ここね。逆に。うわー、でも HP なさすぎるからちょっと一回やめとこう。いや、何このアクロバティック。やめてほしいわ。うわ、嘘でしょ。危な。まだこれあるの。あ、でも本当になんか敵倒したら HP 回復してくれるおかげで、だいぶ回復してるな。うわー。あ、これ大事だ、本当に。敵倒すときとダメージ与えたときに回復するやつ。これないと多分無理だもんね。ああ。これ言っていいの？いろいろ多分取りこぼしてんだけど。あ、よかった、レストポイントだ。そして。あ、ここで2なんだ。逆パターンだね。禁じられた領域、汚れに汚染された危険な場所には違いないが、かつて存在した古き民の呪術師たちの住処であり、汚れを生み出した古代呪術についてもっと深く知ることができれば、きっと白巫女の助けにもなるし、いずれ獣という存在が生まれなくなる世界になるかもしれない。あ、ファーデンさん、なんかさ、イエレンさん的にはなんかファーデンのクソ野郎とか言ってたんだけど、なんかもっと マッドな感じかなと思ったら、なんか普通に白巫女の助けとかそういう目的だったんだね。なんかイメージ変わるわ。なんかここちょっとへこんでんの気になるんだけど。うわ、なんかある。なんかある。あ、出たー、これロックされている。白巫女を実験体としていたとは。ファーデンさん、まあでも目的のために犠牲をみたいな感じなのかな。
とりあえず引き継ぎます。思いを隠されてるところがなんか何とも言えないな。あーやばつら。これマジで大事な気がするな。何か外そっか。でも回復やっぱちょっとでもいるよね、これね。足りない、現状足りてないもんね。スキルの使用、大きいゲージが溜まる速度もね、これマジで大事な気がする。これ、いや、回復増加いるもんな。一回スキルの使用回数増加外そっかな。こっちにしてみようか。でも本当にもうスキル、わ、スキルねーってなったらちょっとまたつけよう。じゃあ、逆に戻っていこうか。いきましょう。やばい。つらい。いて。ちょっと下行ってみようか。あぶね。やべ、ちょっと待って。やめて。うえ、待って待って待って。いや、待って。方向転換えぐ。方向転換えぐ。ちょっと待って。待って、マジか。ちょっと待って。嘘でしょ。方向転換えぐ。攻撃しながら移動してくんじゃん、攻撃。あっぷね。いや、戦いたくねえ、あいつ。強。あ、ほんと HP 回復えぐい、これ。すごい。絶対取りこぼしてんだよな、なんかいろいろ。あぶね。あぶね。いって。いった。うわぁ。ちょっと待って。いや、これ絶対なんかあるでしょう。この、霧の中っていうか、この水の中とかに。え、ないの？え、ないの？ないんだ。うえ、びっくりした。え、なになに？え、急に、急にです。急に？急に？ちょっと待って。死んじゃう、死んじゃう。回復。死んじゃう、死んじゃう。回復。来た、来た、来た。え、待って。え、行って。ちょっと待って。え？なんか急に出てきたよね、今。ビビったー。ちょっと待って。回復しないとこれ死ぬな。回復。OK。いや、水中音が全然わかんないから、わかりにくい。行って、行って、行って。OK。ヘニールさん強い。びっくりした、今。浄化しよう。なんかいないと思わせといて急に来たな。サハゲン系の、なり損ないの罪人、罪人。呼び出したなり損ないの罪人、どっちがいいのかな、罪人と一緒に突進攻撃を行う。一緒に突進攻撃、珍しいね。地下研究室の一室に閉じ込められていた罪人。かつては好奇心旺盛な冒険家だった男は、密かに国を出て立ち入ることの許されていない江戸の領域を旅した。その後、砦の騎士によって発見された時には獣となっていたが、凶暴化せず意識を保ったままだった。あー、じゃあ結構重要じゃない、なんか研究材料みたいになってたってことだよね、多分ね。普通獣になったら凶暴化するんだけど、保ったままだったから、やっぱ江戸の領域、なんか古代呪術みたいなには、その凶暴化はしにくいとかしないとか、そういう効果が違うのかな、やっぱ獣も獣でも。っていうことだよね、多分ね。急に出てきたね。マジびっくりした、今。あ、ちょっと待って、これ一回、ちょっと。いや、これなんもなさそうだな。いてててててて。意外とたくさんいた。ほら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 。なんもないね。なるほどね。なんか違うんだろうね、獣のあれが。やば、怖い。これどうしよう。なんかあるよね、下。行かせて。なんかあんのかな、これ。なんもなくない。あ、ここに戻ってくるんだ。
ちょっと。で、こっちは？これはどうすればいい？遅くない？これ、なんで？逆になんで？なんかある？なんかありそうだよね。怖っ。いった。逆になんかもうハエいる。まあ、なんか厄介な敵す勢ぞろいじゃん。ここなんか、あ、レバーあるね。これは見逃さない。引いとこう。一応引いとこう。で、いやばいやばいやばい。ちょっと待って。うわ、なんかある。これはちょっと取りたいけど引いちゃった。かゆくないんだよな、もう。100はでかいね。やばいな、これ。ちょっと待って。こっちも取ろう。あー、ぶね。いや、これ死ぬんですけど。え、ハエめっちゃいる。いった、なになに。ハエか。いや、マジで厄介な敵オンパレード。やーべ。いや、でもこんだけなんかもう本当に自然とやばやばって出るぐらい本当にやばい。いてててててなんか、いや、やっぱね、どんどん難しくなってるな。これハードモードとかあったらちょっと大変だな。とりあえず引いて。あ、そのレバー、これただの敵でしょ。あー、なんかある。 OK、 これもムシムシムシ。やべ、いって、やばい、これまずい。ほんとにまずい。いやー、ばい、ちょっと待て。やめてー。それはやめてー。やめてー。ちょっとなんかありそうだから。やばい、死にまーすー。死んじゃったー。ほんとに。つらいんですけど。ちょっと一回スキルセット。ちょっと一回見てみよう。あ、レベル5でも、レベル5でもらえるんだ。ちょっと一回使ってみるね、これ。どんな感じだろう。あ、そんな感じ。面白。なんか普通に緊急脱出みたいな感じで使えるんだね。いや、でも、ちょっとね、今飛距離がね、ある武器の方が、スキルの方がちょっといいから、一回ちょっとやめとこうかな。あ、シークレットさんと変えるのありかもしんない。一回変えてみようかな。これでいこう。いや、ちょっと待って。で、まだ青色だからさ、エリアが全然行ってない場所がたくさんあるってことなんだよね。ちょっと待って。ここなんか右下、あれか、赤い扉か。ちょっともう一回あれだな。チェック。ちょっとエリアを探索しよう。なんか多分ね、あるんだよね、きっと。なんかあるかな。行った。ちょっとピンチ、ちょっとピンチ。この先になるな。なんかあんのかな。うおー、あ、すごい最下層まで行っちゃうってこと。やーべえ。やばい、ちょっとはめられてる。ちょっと待って、死ぬ。あ、もう最悪。いやー、もう、きつー。くー。えぐい。えぐすぎる。
意外となんもないんだけど。痛い。わかんないな。何があるんだろう。あ、結構強いじゃん。これ。火力高っ。どこにあるんだろう、取ってないやつ。わかんねえ。あ、なんか、知らへんか。わかんない。一回置いとこう。うわ、詰まった。やべえ、二所承人さんなくなっちゃった。イエレンさんもなくなる。まずい。これはマジでまずい。ここか？え、ここはどうな、何があるんだ？痛っ。あれ？繋がってるだけ？うん？ちょっと待ってくれ。わけわからん。やべ。いて、いて。ちょっと待ってマジで。あ、とりあえずレバーあるな、あそこ。うわ、なんか必殺技だけじゃ倒せなくなってきた。だんだんなんかありそう。なんもない。なんかありそうなのに。やばー、マジで。うお、えぐいな、ところ、えぐいところいるな。あ、怖い。うわぁ、ちょっとひどいこれ。うわ、出た、またいるわ。ちょっと一回離れて、一回周り処理。よしよしよし、戦うか。いや、イレンさんがいない。いや、これ死ぬわ。死ぬ死ぬ死ぬ。いやー、ちょっと待って、やーば。回復ないよ、もう。倒せてない。あぶね。あ、来た。何これ、え、何これ。カリビアの指輪、カリビアの指輪、スキルのリキャストタイムを軽減。ああ、なるほど、そういう系。地下深くに眠っていた古き民の指輪。古き民の中には地下で暮らす者がおり、地下深くから溢れる汚れと共に生きと、その者たちは巫女と呼ばれ。巫女？え、ちょっとこれ、ちょっとストーリー関わってきてんじゃん。古き民から伝わるこの巫女っていうのが、地下で暮らすもので、汚れと共に生きてきた人たち。へぇ。それが巫女なんだ。はぁ、なるほど。ちょっと、なんかいろいろ、情報がありすぎて。ここ全部行ったっぽいね。結構、あとあれだね。隠し場所とかアイテムが結構なんか、うわ、なんか、当たったんだ、今。当たってたんだ、僕。結構、わかりづらいっていうか。すげえ、結構入り組んでるから、場所が。わあ、落ちちゃった。結構、大変だね。ちょっと、ハエが大変だ、ほんとに。迷路だな、ほんとに。ぶら下がってんの、ちょっとやばくない？これ、地味に。
見た目。そう考えたくないな。あんまり。これ。これさ、これ。やばすぎ。あれ、なんか違う方についちゃった。あれ、ここ来たよね。また戦わないといけないこれ。まあ、ちょっと。うわ、行った。オッケー。まあ、ちょっとあれだな。探索しないといけないから。戦わないといけない。か。やべえ、スキルなくなってきたな。行ってー。あ、間違った。あれ？ヘニールさん。オッケー。あ、強っ。行った。どこだろう。上かな。あ、なんかありそう。え、これ？いや、普通に繋がってるだけか。結構スキルがもうなくなってきたな。オッケー。ここ行ったもんね。わかんねえ。どこかな。あ、こっち行ってないか。やーば。うーや。ハエまでいる。うわ。これ。ちょっと待って、これ。うわ、閉められてる。ちょっと待って。いや、待って。ちょ、上攻撃手段がないんだよな。やべえ、これ。ちょっと、ハエを倒して回復しながらやるしかない。うわ、当たっちゃった。もう、最悪や。そして、こう、上手段ないから、ちょっと、ハエが無理。ハエが無理。ハエが無理。マジで無理。ハエが無理。もう、最悪。ちょっとマジできつい。ちょっと一旦無視して左まで行くか。いや、本当にきつい。スキルとディキャストタイム、ありなんだけど。ちょっと上に攻撃する手段がマジでないから。ちょっとなりそこね、第2さん、第2さん強かったんだけど、ちょっと上に攻撃できるやつ。にしよう。ってなるとシグリッドさん、森人のオーサさん、ちょっと使用回数が多いやつないかな。じゃシグリッドさんに戻そっか。で、ちょっと強化できないかな。ちょっと、まあ、とりあえずいいか。え、ちょっとあれだわ。ちょっとパーっといく。やべえ。ここが大変なんだよね。てか、道中が全部大変。ほんとに。なんかパリーしたら回復とかないのかな。あったら便利だよね。さすがに無限回復ができちゃうから、ダメか。いや、ここも、謎。こっちか？あ、こっち行ってないかもな。てか、めっちゃ、突進攻撃強かったな、今。やーべえ。あ、ここか。そうだ、ちょっとここ一回処理しよう。死ぬ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 。マジで死ぬ。回復して。よし、いたいたいた。オッケーオッケー。これか。これまたテクニカルボーイでしょ？いてて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 。これ、ちょっと嫌なんだけど、ほんとに。
よしよし、え、これいける？いったー、お守りのかけらゲット。これでいったね。オッケーオッケーオッケー、帰ろ、もう帰ろ帰ろ帰ろ。よーっ、強っ、ひたささ、オッケー、いった。うわもう何回こいつ叩かないといけないの、マジで。ちょっとスキル増加いるかな、これ足りないよね。箱は壊していかんし、多分やばい。ほら、うわえぐい。 OK、ここもないんでしょう。まだ行ってない場所があるんでしょう。もう道ありすぎてよくわかんないよね。やーば。あ、ここか、さっき死んだところ。よし、リベンジじゃ。いや、もうさっきより万全だからね、もう。痛い。やば。やば、これ死ぬ。あっぷね。いや、これ、あれだわ。回復系なかったら死んでた。オッケー。あ、終わった。引き継ぐもの。なんか、手に入れた。ほらなんもないでしょ。もう全部取ったよね。オッケー。あー、よかったー。じゃあ下行こう。いや、結局なんかあのセーブポイントの下の方のセーブポイントの隣が結局わかんないな。とりあえずここをやろう。痛い痛い痛い。まあ最悪。壊したけどって感じ。ふっ、なんかある？なんもないよね。すべてのサハギンを滅ぼしてみるか。何もないな。あ、まだいた。なんか隠し場所もなさそうだしね。全然わかんないな、ここのなんか行ってない場所って。え、マジでわかんない。あったってぐらい。うわ、あった。なんか、待てせどもね、奴らは悪魔だ。ここか、わかんねえ。全然わかんない。やっぱここが怪しいんだけどな。あったー、ここか。全然わかんなかったわマジでわかんなかった。ここか。水の中一回ちゃんと見た気がしたんだけどな。マジで30分ぐらいは探してたまである。ちょっと一回戻って、ここはある。レリックが1個空いたから、また1つつけとこうか。これつけよう。え、回復って言おう。回復速度アップつけようか。じゃあ戻ろう。ここら辺も探索ができてないから。いた。こっち行ってないんだっけ。とりあえず回復。あ、あったあった。へへへへへへ、笑わずにいられるか。あー、なんかもうやばすぎて笑うしかねえみたいな、そういう感じかな。いた。コネリア終わったね。右側か。
なんかあんまり急いで行き過ぎると事故りそうだけど、もう急いで行こう。うわあ、すげえな、霧が。うわあ、ムカつく。ここのエリア、ここのエリアあれか、なんかすげえ急いで行ったところだよね。あ、嬉しい。バイク。ここは何が、どこかな。また分かりにくそうだな。隠れてるな、マジで。ほら。オッケー。あ、ありがてえ。やべ。うっ。オッケー。いて。オッケー。こっちじゃない？あ、いや、ここは見たもんね。じゃあ、こっち？ここは、お、ここ下が安全だ。ここは全然安全じゃない。あれ、うん、何もないね。どこだ？危ねえ。どこだろう。いたー。あ、これここじゃない？もうっていうことは、多分全部行ってるから、あとは下に向かっていくだけじゃない？うん。多分ね、多分じゃない？多分そうじゃない？ここじゃない？ここだよね、多分ね。ここで下に多分行けるようになってるから、いろいろ開けたから。多分ボスじゃないかな、もう。この、感じだと。で、ここ行けなかったところから行けるようになってて、ボスじゃ、お、汚れは、私が古き民の国に生まれた以前からあり、長い間、汚れと共に生きてきた。で、古き民は汚れと共に生きてきたんだよね。ここまで、汚れに満ちた場所になってしまうとは。やっぱここまでひどくなかったのか。うわ、目玉がある。やっば。明らかにやばい。セーポイントなんだ。まあ、ボス戦だね、これ多分。この先。読んでみましょう。あ、やっぱ4から先に生きて、最後1なんだ。ファーデンの記録書1。白巫女は、獣の汚れを引き取ることで、魂を汚れから解放し浄化する。白巫女とは、生まれながらにして、汚れに耐性を持ち、魂が汚されることはないため、意識が奪われ、狂うこともないとされている。それでも獣同様に、汚れによる体への影響は苦痛という形で残り続ける。この苦痛を取り除くことができれば、白巫女の負担を減らせることになるはず。現状、実際ね、白巫女ちゃんも、めちゃくちゃ苦しんでるからね、汚れに汚染されて、痛そうにしてたから。ファーデンさんは、それを救おうとしてたのか、一応。ちょっと行ってみようか。多分ボスだと思うけどね。明らかにボスだし、なんかすごい物語的にすごい重要そう。ということで、今回はこんな感じで、まあ、地下研究室、禁じられた領域の探索がね、一通り終わりましたと。いや、まだちょっとね、先が続いてたんだけど、今見たら。多分ボスなんじゃないかなという感じなので、今回はここまでというね感じしましょう。まあ、次回はボスからなんだけど、まあ、ちょっとねやっぱストーリーが、まあ、白巫女、古き民の時からいた白巫女という存在が、いや、汚れと共に生きてきたっていう、汚れを抑えてたのかな、白巫女ちゃんが、白巫女の一族みたいなのが。どうなんだろうね。そこら辺もちょっとこれから分かってくるのかなっていう。ということで今回はこんな感じで。いや、大変だった、マジで。あの、なんかやばい肉塊みたいな。でっけえやつがめちゃくちゃいたしね。じゃ、ボスめちゃくちゃ苦戦しそう。スキルをね、またやりながら、スキルを変えながらね、やっていこうかなと。それではまたやったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。
いやでもやっぱ、おどろおどろしいんだけど、こう、蝶とか、ところどころやっぱ幻想的な雰囲気があるのがこのエンターティディーズ。